日本でも出勤できない？はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。このチャンネルでは世界で唯一 GCG アジアの情報を定期的に発信していますので、右下の登録という赤い文字をクリックしてチャンネル登録をお願いします。はい、今日もですね、 GCG アジアの公式発表を共有したいと思いますけど、2件出てます。まず1件目ですけれども、トレーディング取引計算の延長に関するお知らせということで、 GCG のすべての愛するメンバーに、現在の取引はまだコンピューティングであるため安心してお待ちください。関連部門は午前3時にまだ計算を行っており、すべての人にサービスを提供するために最善を尽くしています。したがって完了まであと1日かかることを全員に通知したいと思います。すべての利益計算は火曜日の午前8時、12月の10日ですね、までに完了します。それまでログインして確認してください。メンバーは12月5日木曜日の午後11時59分までに購入再投資を行う限り、この取引の利益を享受できますのでご安心ください。皆さんに忍耐強くお願いしますが、不必要なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。ご協力ありがとうございます。12月9日の午前3時に、送信された、情報ですけれども、12月の6日の金曜日ですね、取引があったんですけど、そちらのまだ結果が反映されてないと。月曜日に反映されますって言ってたんですけれども、昨日の月曜日中に終わらなくて、火曜日の午前3時現在でも終わってないんですけれども、まあ8時までには終わるだろうということで、投資した方は利益反映されてない、月曜日なのに反映されてないと慌てる方もいらっしゃるかもしれないので、こういうアナウンスが出てますと、いうことですね。なんかどんどんこう遅れてきますね。前はね、取引終わったらすぐに反映されてたんですけど、反映されていたようですけれども、最近は、会員が増えたからなんですかね。こんな感じで結構どんどん遅れてってますね。はい。で、もう一件出てます。はい。こちらがですね、ファイナンス財務部及び国際決済ゲートウェイからの特別発表。GCG のすべてのメンバーに、支払いを行うために最新の引き出しリストのバッジを国際支払いゲートウェイに継続的に送信するために、当社の財務部門は最初にメンバーサイトで以前の引き出しリストのステータスを支払い済みに変更します。メンバーは世界中に広がっているため、支払いゲートウェイの支払いは国際的です。別名国際支払いゲートウェイ。そのため一部のメンバーは支払いを受け取りながら最初にメンバーサイトで支払い済みと表示されます。まだ支払いを受け取っている人のために過度に心配しないでください。少しだけ忍耐強く、あと数日待つだけです。不要なワークロードが増加するのを防ぐために、これをカスタマーサービスに迅速に報告する必要はありません。ただし前述のようにステータスが支払い済みと表示され、 T プラス7日以上銀行口座で支払いを受けていない場合は、この問題をカスタマーサービスに報告してください。同時に文書構成のために関連する銀行取引明細書を明確に提供して、プロセスを円滑にしてください。影響を受ける主な国は次の通りです。シンガポール、ベトナム、台湾、インドネシアなど、インドネシアの国際決済ゲートウェイからの特別な通知により、インドネシアのメンバーが出勤の問題を確認して明確にしたい場合は、12月19日以降に待って提出する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ございません。ありがとうございました。ということでね、出てますけれども、ちょっとね、一旦ステータスが払い済み、支払い済みね、ペイドとなるそうです。これってあれですかね、まだ
出勤申請して、着勤してない人でも、支払い済みとなってしまうようですね。まあ、ただね、これ影響を受けるのは、シンガポール、ベトナム、台湾、インドネシアということで、まあね、幸い日本は入ってないので、これはね、日本の方にはあんまり関係ない情報かなと思います。まあね、ちょっとね、ただ、関係している、結構シンガポール、ベトナム、インドネシアって、ね、結構要注意な国なので、ちょっとね、またバタバタするんじゃないかと。はい。でね、多分そのクレーム、問い合わせが多発しそうなのを、あらかじめね、予測してなのか、ね、この辺ね、カスタマーサービスに報告する必要はありませんとね、いちいちなんか言ってくるなということを前もって言ってますね。はい。相変わらずですね。はい。でね、そういえばということで、YouTube の方にね、コメントが入ってました。はい。ね、動画ありがとうございます。これ以上被害者を出さないために拡散し続けてください。自分も70万円ほど騙されたのでということでね、これ多分 DCG アジアの会員さんからの、ま、コメントだと思いますけれども、ね、こんな感じで、まあ、日本でもね、まあ、出勤されてない人が、いるようですね。はい。でね、まあ、ちょっと GCG アジアに限らずね、まあ、ネットでこうよく見かける、まあ、いわゆるハイプ案件、最近はね、ハイプと言えないのかもしれないですけれども、まあ、ネットでこう募集されている MLM を使った投資案件ですね。まあ、この辺ってね、元本が回収できれば、ね、まあ、良いものに投資しましたねと、ね、儲かりましたねという感じなんですけれども、出勤できない場合、出勤、いつまでもこう出勤できない、待たされ続けている、まあ、インドネシアとかね、ベトナムの、ね、GCG アジアの方とかは、これに該当するのかなと思いますけど、そうすると、まあ、詐欺だというふうに言われますよね。だから同じ投資案件でも、元本回収した人は、ああ、いい投資に投資したなと、お金増やせたなっていうことですし、お金を回収できてない人は詐欺だと。ね。これですよね。お金を預けて投資するタイプのものは、結局その、帰ってくれば投資だし、帰ってこないとは詐欺と。ね。もうだから、案件によるっていうか、その人によるんですよね。ちゃんと元本回収できてる人はもう、投資だって言って進めてくるし、ね。帰ってこない人は詐欺だということになってるかと思います。はい。でですね、ちなみになんですけれども、今回ね、シンガポール、ベトナム、台湾、そしてインドネシアということで、台湾っていうのがちょっと、私的に初めてね、聞いたっていうか、GCG アジア、そういえば台湾の人たちって、なんか出勤できてないとか、そういう話を聞かないなと思っていて、まあ、たまたまなのかし、ね、わからないですけれども、だからもしかしたら日本と同じようにね、出勤はされてるのかなと思います。はい。でね、まあ今こんな感じかなと思います。ちゃんとね、出勤できてるのはね、日本と、あと台湾。ちょっとね、日本もね、一部の人はやっぱり出勤できてない人もいるみたいなんで、クエスチョンマークつけましたけど、あとはね、出勤できてない国、まあ、シンガポール、ベトナム、インドネシアですね。この辺は逆にその、出勤できて、いる人たちが少ない、出勤できていない人たちが比較的多いから、まあ、詐欺と言われてるのかなという、構図だと思います。はい。ただね、ちょっと台湾がね、情報少ないので、ちょっとね、台湾の人、ぜひですね、情報ください。YouTube のコメントか、LINE アット、LINE アット、台湾、LINE アットやってますよね、多分。LINE 確か台湾やってるはずですよね。はい。なのでね、ぜひ LINE の方から、情報をいただければ嬉しいです。はい。でね、まあ、最近ちょっとね、毎回言うんですけれども、まあ、ゲームに勝つにはということで、まあ、ゲームに勝ちたかったらですね、ゲームのルールを理解するっていうのが、まあ、セオリーかなと思います。はい。でね、同じように投資で勝つためにはというと、やっぱり投資のルールをね、
しっかり理解しないと、まあ、勝てないのかなと思います。はい。なのでね、まあ、投資とね、あとお金ですね、お金や投資についてしっかりとね、勉強しましょうと。ね、そうじゃないと、まあ、いいようにかもられたりね、詐欺案件に投資してしまったりということになりますので、この辺はね、しっかりと勉強して知識をつけましょうと。ね、で、これは本当に最近思うんですけれども、あなたの知識があなたを守ると。ね、ちゃんとね、まあ、あなたが、しっかりとこうね、お金とか投資の勉強をして、何がね、投資で何が詐欺かっていうのがやっぱり分かるようになってくると、まあね、投資と詐欺をこう見分ける目っていうのもねできてきますので、まあ、私が過去そうだったんですよ。結構ねひどい詐欺案件に投資してしまって、でまあやっぱりねその頃をこう振り返ると何もねお金のこと投資のこと分かってなくて、こう誘われてセミナー会場行って、こうね、いろんな話をされて、お、そんなにすごいのがあるのかとね、こう素直に受け取ってしまって、ね、ろくにこう調べもせずに投資したら、まんまと、ね、詐欺案件で150万持ってかれたという経験があるので、まあ、こういったね、私と同じようなね、経験をしないようにということで、しっかりとこう勉強して、自分でね、見分けるようにしてくださいと。で、まあ、DCG アジアの、ね、ネタっていうか、そのお話の中でこういう話をしてるんで、DCG アジアが投資なのだ、詐欺なのっていう、そういうお話をしてるわけじゃなくて、もうね、私には、ね、もう DCG アジアどちらか分かりません。やっぱり元本を回収できてる人もいるんで、その人たちはね、みんな投資って言いますし、さっきのコメントのように、まあね、元本が回収できない人とかもやっぱりいて、その人たちはやっぱり詐欺っていう風にね話すので、まあ、どっちが正しいかはもう私の方では判断できませんので、ね、皆さんがあなたたちがしっかりとこうね知識をつけて、もう自分で判断して、ねするしかないと思います。だから、運よくね、運よくっていうのもね、ちょっと誤解を与えてしまう言い方かもしれないんですけれども、やっぱり元本を回収できるかどうかで、投資か詐欺かっていうふうに、言われてしまうので、ね、そこはね、しっかりと、自分で判断するしかないのかなと。で、じゃあどうやって判断するのっていうのをね、今後ね、LINE アットとか、あとはこちらのね、動画でも、発信していこうと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録、LINE登録よろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。株や不動産、副業、節税といったマルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。